皆さんこんにちは時刻は十二時六分を回りました玉とニケのお時間です MC の玉木ゆかりです、えー、この番組は猫好きの私玉木が猫の可愛さについて語る番組です、えー、休日のお昼のんびりを使いいただければと思います、えー、さて冒頭はですね毎回玉と子猫のニケの日常を描いたラジオドラマをお送りしております猫あるある子供あるあるなエピソードをもとに え台本を起こして記録え収録して編集まで全部一人でやっておりますのでぜひね皆さんからのエピソードございましたらお送りいただけるとこうやってお話にさせていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いしますということでですね今日はですねあのゲストをお呼びしておりますもうねあの何がしたかったかというともうねうちの子自慢を しして欲しいんですよあの猫,の猫が大好きな方をお呼びしてもねうちの子ってねここがね可愛くてもねもうねもうね,もうねっていう話を聞きたいんですよ。 聞きたいんですよ本当になのでね早速ねあのご紹介していきたいと思います、えー、本日のゲストは怪談師の島ちゃんですはい皆さん初めまして怪談師の島と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますということでま島、あ、ちゃんははいまあ、うちの会社の後輩になるそうです、ね、って感じだよねはいで今の大森り土工房というところで。 あの川崎 FM さんでも放送出してるんですけどもそこの裏方なんかもねあの手伝っていただいたりしていて「怪談師」って多分聞いただけだとピンとね来られないじゃないかなって思うんですけどもまあ怪談これからね夏になってくるとねちょっとヒやりとした気持ちになりたいじゃないですかそういった怖い話をあの語る方を怪談師っていうんですけども志麻ちゃん実際にあった怖い、はい 話、はい、本当の話、はい、を語ってるんだよね。そうなんですよ。<laughs> <laughs> そうなんですよ。なので、あの川崎の方でも今第5週目の火曜日をあの担当していただいてるんですけども、フォロースピーカー島の影坊主のささやき、はい、ここで語られるお話は実話、実話なんですよね。本当に実話です、ね。<laughs> なので結構ね怖い話あるのでぜひねこちらも聞いていただきたいなと思うんですがまずはやっぱりねうちの子自慢ですよねはいしまちゃんご実家で猫ちゃん飼ってるんでしょあそうなんですよはいあのあここからも話しちゃいうもう全然話しちゃって,ゃってあの今実家で飼いあの飼ってるのが、うん、タイガっていう名前のオス猫なんですよはいで最初もすごいちっちゃくて可愛かったんですよ、うん、で久々に帰省して会ったら、うん、おじさんみたいになってたんですよ。<laughs> なんか、この <laughs> おじさん。そうなんですよ。こちら、こうちょこんって座るんじゃなくて、何かにこう寄りかかって、こうふてぶてしい感じで座るんですよ。<laughs> え、あのよくさ、猫はさ、こう丸くなるって言うじゃないですか。はい、丸いんじゃなくて、あの椅子に深く腰掛けたみたいな。そう、そう、そうです。そういう状態で、しかも、こう膝掛けに手を置いてますみたいな。<laughs> そうなんですよ。まさしく。<laughs> で、ズデーンって。はい。<laughs> それはかわいい子ですね。はい、で、うん、ですねその態度がふてぶてしくなったからかわからないんですけど寄生う、うん、して私こう座敷で横になりながらこうスマホいじってたんですよ。はい、そしたら何でか知らないんですけど大ガが私のお腹の上をわざわざ踏みつけて歩いてったんですよね。<laughs> <laughs> やるよね <laughs> あれ何なんですかねやるよね避けて通ればいいじゃんっていう感じなんでわざわざお腹の上来たんですよ <laughs> やるよね、はい、今日ねその話を聞いて、はい、あのラジオドラマの方も玉、はい、の,の上をニキがわざわざ走っていくっていうふうにしたんですけど、はい、<laughs> あれ多分皆さんもね経験あると思うんですけどわざわざ上に上走ってきますよねそうなんですすよよののしのし歩いていてきますよねはい あれなんでなんですかね,ね。私痛いって言ったんですよ。無視ですよ。<laughs> それはさ、こうシマちゃんのあお腹の上をこうトコ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 ってまあどっしり感を持って歩いてったんでしょ。はい、痛いって言った後にちらっとでもシマちゃんのこと見てくれた。いや無視ですよ。何にも反応しないですよ。<laughs> 声出してても。はい。ええー、あれねどんな感情なんだろうね。 不思議な感じやね。邪魔なものが落ちてたくらいの感覚だったのかもしれないですね、猫的には。そうか。はい。って勝手に思ってます。そういうことですか。はい。へえ。でもタイが本当に子供の時から。まちょっとやんちゃな感じの猫だったんですよね。うん、うん、うん。あの。初めて帰省した時にですね。私の耳につけてたイヤリング。こうぶら下がるタイプだったんですけど。イヤリングをこうちょいちょいって。 ああ、手で、手で遊んでね。そうなんですよ。やってきたんですよ。それは良かったんですけど、その次の日ぐらいに。あの、私がこう床に寝そべって、こうごンってしながら、スマホいじってたら、急に私の顔めがけてダッシュしてきたんですよ。え、なもうびっくりしてはあ、なって言ったら、そばにいた父が、おい、気をつけろ。そいつ、瞬きする時の目狙ってくるからなって言ってて。 目パチパチしてるそれが気になるってことねまつげが動くから、はい、すごいですよね私つけまつげしてなくて結構この距離もあったのに来たんですよ顔に顔にドーンって <laughs> はい抜けましたけどギリギリそうか、はい、えでも「ちょっと待って」ってお父さんが言うってことお父さんも何回も経験されてるってことよねい他のご家族もはい もう怖かったんでそれ以降あっ、ね、人間の方がもう、はい、タイ我に攻撃されるのを事前にね避けておくっていうはい、まあ、あの <laughs> おじさんになってからはやらなくなったんで大丈夫なんですけど若い頃ねそうなんですよ若い頃ねよくやってたんですよへえかわいい、はい <laughs> ね あとですねタイガ以外だとうん、うん、タイガの前はムクっていう名前の猫を飼ってたんですこっちメス猫なんですけどこのムクに関する思い出話もあってってたのが私がまだ実家にいたた頃だったんですよねうん、うん、で私普段はすごい健康なんですけど、はい、その時だけすっごい具合悪かったんですよ。あららで具合悪くなっちゃって「うん、すいませんちょっと早退します」って言って、はい、生まれて初めての早退をしたんですよ。 ああじゃあ本当よっっぽどだだたんめ、ねうん、ちゃくちゃ具合が悪くて、うん、であの、ま、家に帰ったんですけど当然あのあちなみに私あの犬も飼ってたんですよ。でそれで車で頑張って家に帰ってきたら、うん、犬たちも「なんでこんな早く帰ってきたの?」みたいな虚頓 <laughs> が押してたんですよ。 分かるんだわかるみたいで犬小屋からこうザーって出てきた後に「へっ<ー>?」みたいなこうしてるんですよ。でごめんちょっと具合悪くて帰ってきたって言いながらあの家に入ったんですよね。でその後、まあちょっと具合悪いから寝るわ」って言って、うん、自分の部屋で寝てたんですよ。はい、で寝てたら急になぜかハエが。 顔に止まったんですねでなんかハエが止まったって思ったんですけど私目つぶったまま手でハエを追い払ったんですよね。ってでまたハエが顔に止まるんですよ。え何と思ってまた目つぶったままこうパッて動かしたんですけどずっとずっとハエが顔に止まり続けるんですね。何回もそうで何なんだこれと思ってパッて目を開けたらハエじゃなかったんです何の手だったんです。 無垢がなぜか私の顔に肉球をこう当ててたんですよね肉球ペタッペタってペタペタってそれ気持ちいい <laughs> いや肉球でしょはい、うん、でも私がハだって勘違いするくらいなんで多分気持ちよくなかったんじゃないかなと思うんですよ <laughs> えー。はい。であのびっくりしてえ何って聞いたらうっ、ん、て手を引っ込めてうんトコ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 って去っていったんですよえ 確認作業。はい。<laughs> <laughs> 多分なんですけど、そうなんじゃないのかなって、あのその数時間後も、うん、私あの一回目覚めてまた寝てたんですけど、で寝て、もう何気なく目をパチッと開けたら、今度は無垢の顔がすぐ目の前にあったんですよね。あ、本当目の真上ってこと？本当です本当です。こう枕元からこっちって覗き込む感じで私のことを見てたらしいんですよ。うんうん、へー。 おはようって言ったら、うん、また無言でとこ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 っていなくなってったんですよ。<laughs> え、じゃあ、心配してくれてたんだ。多分そうだと思いますね。この、この人大丈夫って。はい。お姉ちゃん大丈夫って、うん、やっぱ普段と違う時間に帰ってきたし。うん、こんな時間に寝てることないしっていうことで、多分すごい心配になったんじゃないかなと。優しいね。そ,それで、生きてる。大丈夫みたいな感じで、こう。<laughs> 確認してたのかなって。めちゃくちゃ優しいね。はい、嬉しいねそういうことされたらね。そうなんですよ。わあなんかいいなほっこりした、はい、うちの子なんか寄り添ってはくれてたけど前飼ってたね、はい、シド君って言うんだけどうん、うん、そういうのなかった。なかったんですね。なかった。横にはいるけど <laughs>、はい、大丈夫みたいなのなかった。 横にいることで安心してたのかもしれないですね。うん、<laughs> そうだね。と、はい、いうことでね。そんな志麻ちゃん、はい、あのむくとタイガーのお話だったんですけどもね。はい、あの怪談師としても、はい、あの猫の怪談会をやってるんですよね。そうなんですよ。あの、ね、ま怪談師と呼ばれる。その実話、怪談を語る人たちがこう集まって。うん でこう人前で階段を語るっていうまあそこに言う階段イベントっていうものがあるんですけどあの私それを主催してまして、うん、今年のあ違う去年ですね去年の、うん、あの2月22日にですねその都内で<あ>そうねニャンニャンニャンで猫の日だねはい猫の日に、はい、その、うん、猫の階段だけを語る階段イベントっていうのを主催したんですよ面白いねはい結構好評だったんですあそうなんだはい。 えどんんなお話があったんですか、えっと、本当にいろいろなんですけど私は金縛りにあった時に、うん、あの亡くなったはずのムクがお腹の上に乗ってたっていうお話だったり本当に人によっていろいろでもうザ・怖い話っていうのもあれば、はい、こう。 不思議な話もあったりとかして、あのテーマは猫なんですけど、うん、結構バラエティーに富んだ感じになってましたね。へ<ー>はい、それも結構皆さん飼ってた猫の話とかが多かったんですか。かご自身が。そうですね。飼ってた人もいれば、うん、あの他の方から取材して聞かせていただいた。あの猫に関する話っていうのもありましたね。じゃあ、本当にいろんなところからお話を集めて、はい、もう猫にまつわるのだけを。はい。 語ったんだね皆そうなんですよ。えでもなんか会談でちょっと怖いイメージもあるけど不思議なお話とかもあるんですね。ありますね。はい。へえなんかねあのそのムクで昔飼っててもね今亡くなっちゃったっていう猫ちゃんがシマちゃんが金縛りにあっててそれでいたってことあそうなんですよ。だその時私目を開けられなかったので姿は見えなかったんですけどこう猫って 布団を、前足でこうふみふみするじゃないですか。そうなんです。あのふみふみをしながら、うん、なんか喉を鳴らす音みたいなのがずっと聞こえてて。ああ、なんか甘えたい時とかによくやるって聞くよね。うん、そうなんですよ。うん、で、あの、わあ、無垢だと思って、私、こう泣いてたんですけど、急に。こう、胸の重みが。 ふってて消えて、はい、でその瞬間に金縛りも溶けて、はい、私は、ねえ「ムクムク」って言って探したんですけど、うん、まあ当然ムクの姿はなかったっていうお話をさせていただきました。 ちょっとそれ切ないね私怪談イベントの最中にね泣いちゃったんですよ思い出して。そううななんんそそですしたらお客さんというか客席からちょっと鼻をすするような音が聞こえたりですとかあと終演後に「自分が飼ってた猫のことを思い出しました」って言ってもう涙目になりながら声をかけてくださった方とかもいらっしゃって。じゃ結構ね怖いだけじゃなくても本当心温まるいい回に。 なったんだね、はい、これはまた次回も開催するんですかそうですね、うん、来年なんですけどちょうど2月22日が土曜日なんですよ。はいはいはい、あそうなんだ、はい、土曜日なんで、来年はね、うん、あの開催をしようかなと思ってます。いいですね、はい いいですね。なんか会談業界ね、はい、猫好きな人も多いんでしょ。そうなんですよ。ね<え>。はい。そうすると、やっぱ自分が飼ってる猫とか、うんうん、ねえ、いろいろお話出てきそうですもんね。そうですね。そうなってくると、はい、いいね。猫の日。はい。え、ワンちゃんもやってるの？ワンちゃんもやりました。<laughs> <laughs> あのちょうどそれはまあちょっと。 犬の日が木曜日だったんですよね木曜日でちょっとこれお客さん来づらいかなと思ってうん、うん、ちょっと犬の日とは全然関係ない別の日だったんですけどうん、うん、そちらで開催しましまた <laughs> いいねじゃ猫階段そして犬階段そういう縛りがあるので,で知らない人でもね最初の取っかかりとしてね行きやすいかなと思うのであそうです、ね、ちょっね来,来年間も今から楽しみですね。はい、はい 頑張りますんでよろししくお願いします <laughs>、はい、ではもうねちょっとねお時間が少、ね、し迫ってきてしまったので志麻、はい、ちゃんからリクエストの曲のご紹介をお願いします。はい えとリクエスト曲を歌うのが倉橋よえ子さんという歌詞の方ですね、うん、初めてヨエコさんの曲を聴いた時に独特な歌声とあとレトロさを感じる曲うん、うん、あとこうリフレインが多い歌詞がすごく癖になったんですよね。うん、でちょうどですねタイトルに「猫」が入っているものがあったのでこちらの番組にぴったりだと思って選曲させていただきました。それでではお聞きくださいい倉橋よえ子で迷い猫 この番組は夢が目標に変わる場所大森動画工房の提供でお送りしました。 ということで本日はねあのゲストに怪談師のしまちゃんお呼びいたしましたしまちゃんありがとうございましたこちらこそありがとうございましたちょっとあっという間すぎましたね本当ですねなんか猫の話もっと聞きたい <laughs> あのなんか台本にはねいっぱい書いてあるんですよそうなんですよ <laughs> ちょっと時間が足りないなと思って結構カットしたんですよね,ねでもこれずっと話せるよね話せますねいけますね <laughs> まだまだ <laughs> ねそしてねあの猫怪談会猫怪っていうのかなはい もうね、あのまた来年やるということでやっぱりね猫にまつわるっていうだけで興味をね持ってくれる方もねすごく多いんじゃないかなと思うので次回、はいはい、私も行きたい,きたいお来てくださいよぜひ行きたい <laughs> なんか今年はねちょっと行けなかったんだもんね、はい、確かねあそうですよねかぶっちゃったもんね。 のその,会談あの結構イベントいろいろ出てらっしゃるのでぜひぜひチェックしていただきたいので SNS とかやってるんですよねあそうですね、うん、はいえっ、ー、と X が一番更新頻度が高くてですねでこちらでそういったイベントの告知だったり、うん、あとは会談活動の発信をしておりますので、えー、と私の名前ですね「島ま」うんえーと「ごんべんに寺真実の真でしま」って書くんですけれどもで検索かあとは島「島ゼ0115」 ですね。でこちらで検索すると私のあの X ヒットするかと思いますのでフォローしていただけるとありがたいです。はい。そして出演もね控えてるんですよね。はい、そうですね。うん、はい。イベントとかはい。実はですねちょうど昨日八、うん、月に開談イベント出ませんかっていうオファーいただいたんですよ。 ただ、こちらのまだ詳細があの決定しておりませんので、決定次第、あのまた告知をさせていただきたいと思います。うんうん、はい、ありがとうございます。はい、そして、あの川崎 fm の方でもね。はい、あの次回が7月の放送になるということで。はい、はい。毎えー、毎週第5火曜日になるので、はいはい、え次が7月ということで、12時から13時の1時間ね。放送しておりますので、ぜひね。あの皆さんもちょっとちょっと夏なのでゾクッとね。はい、していただけたら嬉しいですね。はい。 はいありがとうございましたあ,あっという間もうちょっとお話ししていきたかったね <laughs> はい、はい、しまちゃんまたぜひお越しください <laughs> はいありがとうございました,ました、えー、番組では皆さんから猫と子供にまつわるほのぼのエピソード感想をお待ちしております FM サルスのホームページにあるメッセージリクエストをクリックし番組名はタマとニケを選んでお送りください皆さんからのお便りお待ちしておりますえー、次回の放送は6月15日土曜日の12時にまたお会いしましょうそれではこの 皆さんとも素敵な午後をお過ごしください。バイバーイ。バイバーイ